the Sahama Lines in wonder. How and what for? How and what for? And how and what for? 謎のサハマライン。何のためにまたどうやって何のためにまたどうやってそしてまた何のためにどうやって広志林浜松 City Japan Wikipedia writes about the Sahama Lines as follows. The Sahama Lines of Western Bolivia are a network of thousands, possibly tens of thousands, of nearly perfectly straight paths etched into the ground continuously for more than 3,000 years.By the indigenous people living near the volcano Sahama. They form a wave-like network that blankets the altiplano. I, Hiroshi Hayashi, wonder if the Sahama lines were created by humans. Who created them? How did they create them? And what for?Did they create them? You be the judge. Wikipedia 百科事典は Sahama Line について次のように書いています。Sahama Line は西ボリビアにある数千本あるいは数万本とも呼ばれている伸直線の道を言う。そしてその道は3000年にもわたって連続的に Sahama火山の近くに住む原住民たちによって刻み込まれたものである。そのネットワークはアルチプラノの地方を蜘蛛の巣のように織りつないでいる。が本当に Sahama ラインは人間が作った道なのでしょうか。誰が何のためにどうやって作ったというのでしょうか。判断なさるのはあなた自身ということになります。広志林浜松セティジャパン。西ボリビアのサヤマ火山のふもとに大変奇妙な直線群があります。どれも新直線です。で、今その Sahama 山 Sahama 火山のふもとあたりで皆さんを紹介します。で、この直線に注目してください。この直線についてですね、先ほども説明しましたように Wikipedia 百科事典の方ではこの Sahama火山の近くに住む原住民たちが3000年もかけて書いたパス、小道だというのですが、本当にそうでしょうかということになるわけですね。で、今皆さんにその直線的な小道を見ていただいていますけども、先ほどちょっとお見せしましたようにかなり起伏のあるデコボコした土地なんですよね。そしてこの直線は宇宙から見て初めて直線に見えるというわけです。ただし道路もこの中に混ざり込んでいますから、道路、いわゆる人間が使う道路も入っていますので、その辺の区別が必要かと思います。道路の場合はですね、橋を見ればわかります。どこかで別の道路につながっていますが、Sahama ラインはですね、その多くが途中で途切れています。ここが謎というわけです。
で、今から3年前に作りました動画をご覧いただきます。Hello, this is Flower and Hiroshi Hayashi, Japan. Mystery of Sahama Line, Bolivia. What's for and why? Flower さんという方からですね、Sahama Line のことを教えていただきました。以前からこの辺りに、不思議な線があるという話は聞いていましたけども、Flower さんが今回、まあ、写真を添えて掲示板の方に、サハマラインのことを書いてくださいました。それで調べてみましたが、なるほど、実に不思議な線なんですね。で、これがそのどういう目的でまたなぜ作られたかってことについてですけども、ウィキペディアの方にはですね、それがですね、3000年にわたってですね、地元の住民たちによって、書かれ続けてきたっていうようなことが書いてあります。で、まあ、特にそれ少し訳してみますけども、結局、まあ、ナスカラインと同じようにね、地上では見ては線には見えない場合が多いと。しかし、空から見たり、高い丘の上から見ると直線に見えると。まあ、そういった線なんですね。で、何のためにどうして書かれたかということについては、まあ、儀式用であるというようなことが、まあ、ウィキペディアの方には書いてあります。で、まあ、その直線というのがもう完璧に近い直線であると。で、ペンシルバニア大学というところは、ここを精力的に、まあ、調査して研究しているわけですけども、それによればですね、長いものになると、まあこの数がですね、すごいですね。10キロから20キロの直線であり、まあ数千本から数万本もあるってわけですね。tens of thousands ってことは数万本ってことですね。そうなってきますと、この、まあ、いわゆるナスカ理論で、応用してってわけには簡単にはいかないんですね。まあ、とりあえずということで一番も絶対あるはずだという、ライン。もう後で調べてみますけども、まあ、その前にちょっとこうパハマラインっていうのがですね、まあ、どこにあるかということを、まあちょっとまたどんなものであるかということを皆さんに見ていただきたいなと思うんですね。緯度経度はここに示しておきましたので、何しらの広いんです。そして線が多いというか、そういった拠点ごとにこの放射線上に線が伸びてるんですよね。で、これはいろんな線が混ざってますから、直線の方を見られた方がいいかと思います。道路っぽい線も入っています。で、こうした線が、まあ、蜘蛛の巣のようにと、ウィキペディアの方には蜘蛛の巣のように走っているんだと。で、まあ、すぐ私はこれ、ナスカラインと比較してしまうんですけども、詳しいことはまだ、本当に今日初めて調べて、今朝ね、ばかりでしてわかりません。ただ見た感じはナスカラインに似てるなという感じはしますが、何のためにどうしてということはこれから一本ずつこう精査していくわけですけども、またナスカラインと同じように、ま、気が遠くなるって言いますか、長い時間が必要じゃないのかなと思います。やはりこの見てご覧になっているわかるように、まず以前ね、こういう線で送電線なんかのね、線を見間違えて失敗したことがありますので、少し慎重になってるわけですよね。
それでまたこれがその、まあ、ペンシルバニア大学の、報告によれば、地元の住民たちによって書かれたんだって、まあ、はっきり書いてありますからね。いきなりこれをその、エイリアン説に結びつけるっていうのも危険ですから、だと思います。ですから、まあ、ここは慎重にね、まあ、大変な発見というか、ことを教えていただきましたので、まあ、なんて言いますか、やりがいがあると言いますかね。で、先ほど言いましたように、ポポカティペティ、カティ、いわゆるティオティワカンのすぐ近くね、最近ポポカティペティから線を引いています。そうしますと、この線がですね、あるんですね。まあ、これに、まあ、最初にこれに引っかかっちゃったもんですから、ドキッとしたんですけどね。で、ポポカティペティ、もう一度やってみますから、よくご覧ください。で、やっぱり3000年っていう年月の中で、まあ、多少の大陸移動なんかも影響を受けてるのかもしれませんけども、わずかですけども、見た目にはわかりませんけども、エラーが出る感じですね。それで次に今度は、もう一つの拠点であるフラウンですね。フラワン山を、から引いていました。パパニューギニアのね、フラウン山から線を引いていましたが、この線はね、やはり、数千本ある、あれ言いましても、メインな線はそれほど、細かい線を入れればそういうことなんでしょうけども、メインな線はそれほど手が多くないというか、このように、まあ、目立った線であるわけですけども、重なりませんでした。まあ、一目これに近いかなって、まだ調査足りませんので、これだけで結論出すわけにいきませんけども、ただ驚いたことにですね、この道の幅がですね、線の幅がですね、13メートルあるんですね。となるとこれは道路とはもう言えないですね。13メートル幅っていうのは相当の広さですから。そして横のこう斜めの左上から右下に流れてる線なんかは線というよりも近くで見たら線に見えないでしょうね。で、佐浜っていうところはどんなところかっていうところを言いますと、まあこのように北側からずっと見ていきますと、まあ平原は平原なんですけどもね。まあこの Google では平原には見えてしまうんですけどね。本当は平原じゃないんですよ。平原っぽく上から押さえ込んでしまいますからね、画像を。ですからこのように平原っぽく見ますけども、本当はデコボコしてるってことを、先ほどのウィキペディアの方には書いてありましたですね。そして、まあ、サハマ山って言いますかね。サハマ火山と言いますかわかりません。サハマと節が書いてありません。6542メートル。富士山の2倍ですからね、皆さん。高い山ですね。まあ、アンデスはとにかくもう、山はすごいです。飛行機で越えても本当にもう、山の海という感じですね。で、サハマはここにあり、コイパサがあります。まあ、コイパサはもう何度も精査しましたけども、エイリアンの拠点中の拠点ですね。そして、上の方にナスカがあり、その上にサンサの大食台があるんですけども、サンサの大食台とプーマプンクと、それから UFO の発着台をつなぐと一直線につながりますね。それからサハマはここにあると。というようなところです。まあ、サハマの調査はこれ始まったばかりですけども、フラワーさんどうもありがとうございました。大変なテーマをいただきまして、ワクワクしています。どうも、Thank you very much, and see you again next time. Bye! ボリビア、ベニ、もしオースの、人造湖は、この、狭山ライン、あるいは、サハマラインの北東部に位置します。で、このラインがですね、本当に人間が、まあ、作ったものなのか、ということです。が、もしオースの人造湖は、人間に、作ることは不可能です。現在の最先端の重機を使っても作るのは不可能です。それはともかくも、その南西部にこの狭山あるいは狭浜ラインがあるということです。で、冒頭でも言いましたように、誰が何のためにどうやって作ったかということです。この辺りは大変起伏の激しい荒れ地に現在なっています。皆さん自身で判断してください。Thank you.
検証してみます。ナスカ、そして南アフリカのフェルヌクパンは奴隷市場であったという前提で考えてみます。右がフェルヌクパンのグレートトライアングルの頂点です。左がナスカのグランドクロスの中心点です。その両者をつないでみます。フェルヌクパン、そしてナスカの位置づけについては、この動画の前後につなげておきます。で、この黄色いラインがナスカとフェルヌクパンをつないだラインです。そのラインは、ほぼ伸直線にですね、狭山、あるいは狭浜火山を横切ります。そしてその右下に狭山ライン群が位置します。左が狭山火山です。右が狭山ライン群ということになります。で、この黄色いラインは繰り返しになりますけども、左へ行けばナスカのグラントクロス。右へ行けば南アフリカのフェルヌクパンのグレートトライアングルの頂点へ向かいます。で、結論ということになります。西ボリビアのこの狭山ライン、あるいは狭浜ラインは、私、林浩司は世界の拠点の方向を示す方向指示ラインであると判断しています。ナスカラインによってそれを証明しました。そしてナスカにはフェルヌクパンの方向を示すラインがあり、またフェルヌクパンにはナスカの方向を示すラインがあります。その直線下にですね、この狭山あるいは狭浜火山があり、その横に狭山あるいは狭浜ラインがあるということです。それについての動画はこの前後につなげておきますから、どうかまたご覧になってください。つまりこの狭山ラインもですね、まあフェヌクパンおよびナスカと関係づけて考えるのが正しいということになるのではないでしょうか。なぜこんなラインを引いたのか、そしてこれから精査してみますけども、そのラインの引き方はナスカのラインと大変よく似ているように思います。この辺りは先ほどもお見せしましたように、このような荒れ地です。この写真1枚しか見つかりませんでした。遠くに狭山火山が見えます。手前が狭山ライン群のある高地ということになります。こうした荒れた土地にですね、宇宙から見なければわからないような直線が引いてあるということです。人間が引いたと考えるのは無理だということになります。